どうも、くわみです。よろしくお願いします。今日はですね、WBC の試合について話そうと思います。キューバ対日本の試合が行われて、結果的に勝ってよかったなっていうふうに思っています。で、何が良かったかっていうと、雰囲気ですよね、雰囲気。勢いがありました。いろんなね、打線もね、いろいろ噛み合って、結果的にね、点を取るべきところね、チャンスで点を取れた。そこが良かったかなって。日本中のね、いいバッターが集まってるので、どっからでもね、点が取れる打線っていうか、すごいいいチームだなっていうふうに思っています。で、試合中にね、途中でハプニングもありましたね。1番 DH で入ってる、山田選手、広、あ、なんだっけ、ヤクルトの山田選手ね。ホームラン性のね、打球を打ったんですけど、レフトスタンド、左中間のね、最前列にね、男の子がね、グローブ持っていたんですよ。で、こう、なんていうんだろう、ホームランになるバーより手前でグローブ差し出して取っちゃったみたいで、選手の邪魔をしてしまったみたいな感じになっちゃうんですね。取りたい気持ちはすごくわかる。俺も多分、そこにいたら手を出してた。ね。そう思う。でもね、インプレー中のね、ボールに触るのはいけないかなっていうふうに思いました。ツーベースだから、ツーベースね。邪魔して、ツーベースになっちゃったんですけど、三塁まで行けたかもしれないですけど、そのフェンスを越せなかったのは山田選手の実力というか力が足んなかったっていうことになるのかなっていうふうにね、結果的に点が入ってよかったかなっていうふうに思ってます。で、そんな感じです。で、その件もあって、勝ててよかったかなっていうふうに思ってます。そうそうそう。勝ててね。あ、そのな、なんか一見で、そのトラブルのせいで負けたとかなんかね、そういうふうにね、なっちゃったりとかしたらね、その男の子にもね、あまり良くないっていうかね、精神的苦痛 っていうか、なんて言うんだろう。大きなダメージになったりとかね、あの時ああ知ればみたいなね、そういうふうな後悔になったかもしれません。結果往来でもね、勝てばいいんですよ。そういうトラブルがあっても。で、一番いいなって思ったのは、雰囲気、最初にも言ったかもしれないんですけど、今回、小久保監督、選手で活躍してた時は、もうちょっとね、平和じゃない感じな風な雰囲気があったんですけどね、荒々しい感じ。だけど、監督になって、今回 WBC の代表監督になって、いつもニコニコしているなっていう風な感じを受けてます。今回のキューバ戦に関して特にそう思ってます。だからなんかね、やっぱりリーダーがね、ニコニコしてると選手の周りの人もね、やりやすいですよね。リーダーがカリカリしてたら、周りもね、気使って、ちょっと気をつけなきゃみたいな風な感じで、本当に集中しなきゃいけないことに集中できない。私もね、人のこと言えなくて、野球チーム、野球やってて、それで、ピッチャーやってて、結構ね、自分に厳しい方で、自分のせいで失点してしまったり、自分のせいでピンチを作ってしまうと、もうね、自暴自棄みたいな感じでね、怒ったりしたんですよ。グローブ投げつけたりとかね、そういうふうな感じ。本気でやってるから、そういうふうになっちゃうんですけどね。そういう、今日の試合見て、ああいう態度は良くなかったな、みたいなふうに、過去のことを反省しました。はい。Today I watched, uh,
the WBC game、Japan against、Cuba. Cuba.、Cuba? Cuba, yes. Japan won、today's game.、there was an accident. No,、yeah, accident.、first batter Yamada hit a ball and then ball went to around、border between home run and、two base hit.、at that time,、a Japanese boy、catch the ball when、players on the game. Players were on the game. According to video check,、it became two base hit.、so, including that part, it was really nice、that Japan won today's game.Because if Japan lost today's game,、the boy who caught the ball、might have felt something really bad. It can be really bad、memory for him. It could be.Really bad memory for him、but today、he learned something from the mistake so、it is good and also、it is good、Japan won today's game okay anyway、I felt、Japanese team has nice condition nice ambienceBecause of leader, Kokubo, Mr. Kokubo. Mr. Kokubo is、really good at making good atmosphere. So under his、good atmosphere,、players can play very well. That's what I think. Okay, anyway,、thank you for watching. Please subscribe me. Hi.Give me a good button and comment. ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録下の方にあります。あと、コメントお待ちしてます。バイバイ。次のゲームもね、勝てるといいと思ってます。はい。では、よろしくお願いします。失礼します。